おはようございます。プロデューサーさん、おはよう。あのね、これ見て。うん、ボーリング場で撮ってもらったデビ太郎バッグにつけた。これでいつでも一緒に。うん、プロデューサーさん、ありがとう。うん、でももう一回言わなきゃって思ったから言った。うん、ねえ。うん、あのね、なあちゃんとちゆきさんとボーリング行った時のこと聞いてくれる？最初なあちゃんが教えてくれたボーリング場のチラシ、てんか目が離せなくて、なあちゃん挑戦してみないって、ちゆきさんも一緒にやろうって言ってくれた。すぐ挑戦したけど、天下たちだけじゃポイント稼げなくて、なあちゃんもちゆきさんも取れなくてごめんねって言ってて、天下ボーリング下手っぴで全然倒せなくて、天下がデビ太郎欲しがったりしたから、二人に悲しい顔させた。お願いなんかしなきゃって思ってた。でもレッスンのご褒美聞かれた時に、プロデューサーさんならいっぱいピン倒せるかもって、天下変な顔してた？そっか。何？ん？うん。天下悲しくない。デビ太郎見せたら、なあちゃんとちゆきさん笑ってくれたから、全部プロデューサーさんのおかげ。ボーリング思い出になった。デビ太郎も大事にする。